どうも、ウプ主です。ここではウプ主として日常を3分程度だらっと話すだけの動画。なんでこんな右下にいるのかだって、みんなも知っての通りほぼ裸なんだよ。でも、せっかくだから通常等身の体使いたかったし、他のキャラでもいいかなって考えたけど、ウプ主の話を代わりにしてもらうのに、イメージがある程度ついてるキャラにさせるのはなーって。で、罪袋を採用したわけ。早速最近の話をしていくよ。ここ最近毎週楽しみにしているのがアイドルマスターとウマ娘。春アニメで注目してる作品だよ。両方とも新規でも見れるような作風になってるから、シリーズだから見づらいと思わず、ぜひ見てほしい。シリーズで前作とつながりや共通する部分があっても、新規で見れるってのはありがたいよね。ここ数年は、一つの作品を分割して放送することが多いから、途中から入りづらいって人もいるだろうし。でも、この放送の仕方が10年前とかだったら、今よりも受け入れづらい気もする。いや、よく考えたら以前からあったか。特に、長期連載の作品はそうしないと話題性も落ちるしね。以前のジャンプ作品みたいに、オリジナルストーリーでストック貯めるのは賛否あるし、今は分割してるおかげで作画も安定してるから、いい部分が強いね。それに、Dアニメストアとかネトフリとか、後から見返せるアプリが増えたわけで、10年20年前に比べるとオタクは過ごしやすくなったよ。20年前は放送時間にテレビの前にいなきゃいけないし、10年前は地方ではジャンプ作品でさえ遅れて放送したり、深夜アニメなんかほぼ放送してない。ニコ動画アニメをやってくれてたけど、後で見ようと思って油断してると、配信終わっちゃったり、まあ、その頃は違法サイトがバンバンあったから、そういうので見てたって人も意外といるんじゃないかな。ダメだけどね、ウプ主的に名作なアニメは、シュタインズゲート、カウボーイビバップ、シリアルエクスペリメンツレイン、ワンパンマン、アイマス、全部言ってたらキリがないね。個人的にレインは、98年っていうのが驚き、当時見ていた世代じゃないから、世の中の空気感とかわからないけど、90年代ってちょっと暗い作品も多いよね。ネットに対する期待や恐怖ってのも多い気がする。そういう意味では、映画とかアニメで、無人戦闘機や AI との戦いが10年以上前から描かれてるし、新しく登場した技術をすぐに利用したり、受け入れるのは怖くても、ある意味で利用して自分の作品を作ってる人たちもいるから、これからもなんだかんだ新しい技術とも折り合いをつけていけるのかもね。とはいえ、AI イラストの進化は凄まじい。昔はよくわからない気持ち悪いものばっかだったのに、ある程度見てわかるけど一瞬人間か AI かわからない時もある。ピクシブとかでいい絵を見つけたと思って、タブに AI 生成ってついている時の謎の悲しみは何なんだろうね。ただ、背景とかって写真を加工してる人もいるから、人手や技術が足りなくて、AI にサポートしてもらうのは、誰かの中にある面白いネタを腐らせず世に出すきっかけになるよね。そういう面ではクリエイターにとって便利なツールだよ。いつか AI が小説を書いて、何かしらの賞を取って、ファンが応援してる時に、後から実は AI でした、なんてこともありそう。その時、AI すげーってなるか、騙された金返せになるのか、結構面白いと思うんだよ。ってな感じで、こうやって日常の目についたものや思ったことを話していくから、暇な時はぜひ見てね。3分程度って言ったけど、話したいこと話してるだけだから、作る時間もそんなにかからないし、そこまで時間は固定しないかも、1日に数本あげることもあるかもね。あ、他の動画もちゃんと作りますよ。今週中にはオカルト備忘録とアニメ制覇の道と映画三昧の投稿する予定だよ。あと東方探求日誌もね、基本ここで扱う話は、アニメ、映画、漫画、小説、音楽、ドラマ、イラスト、動画とか、あとはそれに関連する話題になるよ。サブカルの時事ネタと思ってくれればいいかな。では、ご視聴ありがとうございました。